吉プロレスファンの皆さん、ご機嫌いかがでございますか。今日は大田区体育館にやってまいりました。題しましてですね、大田区王者伝説92と題しましてお伝えしよう、こういうふうに思っております。早速放送席ご紹介いたしましょう。まず阿部正行さん、阿部さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとまあタイトルマッチがずらりと並んでましてね、超豪華カードなんですけどもね、5大タイトルマッチ、ね、5大タイトル中でも注目は何ですか。これね、 3WA 世界タッグですね。はい、やっぱり王者のね、山田豊田組がね、はい、この男を実力安定してきました。うんうん、これにね、アジャがね、謎のね、パートナーをね、率いて挑戦するんですよ。バイソン木村、やはり長期欠場で、そうみたいですね、無理なんですか。ラグ悪いみたいですね。あら、はい、じゃあ誰と組んで、はい、このあたり注目ですね。それも楽しみですね。はい、そしてちょっと最近スッキリしてまいりました。はい、ありがとうございます。はい、アスカさん、よろしくお願いします。ね、引き締まったね。はい、なんかよく最近言われるんですよ。うん、美人になった。え、それは前から言われてたんだ。今日のおすすめカード、はい、今日のおすすめはですね、うん、まあ、全日本タッグ、タッグとシングルの2つのタイトルに挑戦してしまうという、うん、吉田麻里子選手ですね、うん、まあ、その全日本シングルの、ベルトに挑戦する、うん、長谷川早紀江選手、うんうんうん、この若手2人がですね、この試合でどれだけ自分の個性と実力を発揮できるか、うんうんうん、そこに注目してます。いや、なんか本当にもこれからファンの皆さんに自分の個性をね、はい、強烈にアピールしなきゃいけない時ですね、まあ、いい機会だと思います。そうです、はい。そして、ミヤックンと長谷川アナウンサーです、はい、よろしくお願いします。ます、どうにかビッグニュースがあって、今日のメインイベントに登場するですね、うん、山田とトヨタ、はい、まあ、長年のライバル関係にあるわけですけれども、うん、それに完全決着ということで、うん、なんと8月の15日後楽園ホールで、うん、敗者紙切りマッチ、 あれ見たくないな。デビフェス同士ってのはちょっとね、感じが違いますね、今までの紙切りとね、うんうんうん、これがね、まあ、あのトヨタマナミ、もし負けたら長い黒髪切ってしまうのかなという、ね、気がしているんですが、この模様はあの8月の28日の、午後2時からこの全日本女子プロレス中継でお伝えしますので、ぜひお楽しみにしていただきたい。長さん、はい、そしてもう一つなんですけれども、はい、9月にメキシコのアレナメヒコで開催されます EMLL の59周年記念大会に、はい、日本からアジャ、トヨタ、山田、井上京子のこの4選手が行くことが決定しまして、この模様もですね、9月にメキシコからの中継でお伝えできると思います。そうか、どうぞご期待ください。メキシコとの交流も盛んになっていいことですよね。さあ、それでは早速試合の方ご紹介進めましょう。さあ、試合開始であります。ニュートラルコーナーへ分かれて、さあどっちが主導権を握るのか。うまかった、これはうまかった。リングの下に落とした。挑戦者サイド、早くもリング外での攻防となっております。今吉田打ちましたね、頭を。吉田ちょっと頭を床に激しく打ちました。さあリング上は下田美誠、そして吉田麻里子、両腕を取ったのは下田美誠であります。さあ早くもフォールの体勢、しかしこれは牽制のような感じ。腕を取って左肩をちょっと痛めている吉田麻里子。さあ最初に主導権を握ったのはチャレンジャーサイドですよ。やっぱりね、牽制攻撃、挑戦者の意欲が出なきゃおかしいですからね、うん、2人で飛ぶぞ。2人で飛んだ。セカンドロープの上から、さあちょっと右足を引きずってるかのように見えたのは井上貴子でしょうか。デビーです。あ、左足か。デビーがちょっと左足首痛めたようであります。
さあこの後試合続行に何か影響が出てくるんでしょうか。デビーマレンコちょっとチャレンジャー心配であります。不安そうに。さあこちらもチャンピオンの吉田麻里子を痛めていた左肩。今コミッションドクターの林先生が今向かいました。左肩ですね。でレフリーもあのカウント今してませんね。はい、両者とも今ちょっと試合続行可能かどうかということで今ちょっと本部席の方にレフリーがちょっと待ってくれというふうに手を今出しまして、あちょっと吉田麻里子は大丈夫というようなジェスチャー、デビューを今ね林先生が見てます。そのままチャンピオンサイド赤コーナーで待ちます。デビューの様子ちょっと立つのも精一杯か。おっとちょっと立ち上がるのが非常に難しいような体勢になっているが、しかしリングに登ってきます。デビーマレンコ執念です。さあここは早いとこタッチして下取り間に、そうだそうだ、ここで休んでおかなければならない、ありません。さあ下取り間、しかしさあ膝、井上貴子のこの膝への攻め、アキレス腱固めから、さあ今度はどうするんだ。やはりこのデビーがいることもかなり意識しているんでしょうか。井上貴子徹底的にこの関節技、やっぱりサブミッションの方にデビーの前で見せたいというのはあるんですかね。なんか対抗意識あるでしょうね、そう本当はね、デビーとやりたいって言ってましたね。井上貴子はデビー狙いでいきます、今日は言ったんですけどもね。いやでもこの井上貴子がねデビーに膝十字をかけるなんていうのが見られた時にはもうたまりませんね。今ねデビーがね相当ね表情ねずっと歪めてるんですよ。また林先生がねもう一回青コーナーの方に行きまして今また見てますけどね、はい、これってしかしここはうまく見ていた。下田美馬うまく見ていました。ちょっと下田美馬も足へのダメージあるんでしょうか。足を引きずりながらコーナーへ帰っていった。さあデビーマレンコ登場でありますが、ちょっとやはり動きが鈍いか。あつかさんどうですか動き。どうしても左足こうかかと体重がかからないんでしょうね、やっぱり。そうですね、まだね、先生こっちに戻ってきてないんですがね、はい、かなり強く足首をねじったようだと。ねじったんですか。捻挫のかなり激しいものなのようですけどもね、はい、病状が分かったらすぐに伝えてください。まだね先生が青コーナーで心配そうに見てますね。そうですね。さあトップロープコーナーに登った。デビーも負けじと登った。さあデビーが取るのか、後ろへ投げた。痛い足を押してのデビーマレンコ、これは強烈。井上貴子どうだ、カウント2。吉田麻里子がギリギリ手に入りました。さあ井上貴子もフラフラだがよく見ていた。これは自爆、相打ち相打ち、しかし腕を取ったデビーマレンコ。さあ足はダメでも腕があると。マレンコ道場仕込みのサブミッションがあります。デビーマレンコスピンウィング、スピンウィングどうだ。いやでもチャンピオンサイドのこのタッピーに入るスピードも速いですね。やはりいいコンビネーションを見せております。さあ吉田麻里子どうだ、トンボ返りを切ったが、ここは下田美馬すかさず足を出しました。さあコーナーを利用してデビーは赤コーナーで井上貴子を止めている、止めている。そのまま落とした。どうだ、カウントが入る。間一発、井上貴子間一発タッチに入りました。さあ2連発、カウントが入る。フライングネックブリーカーの2連発。吉田麻里子ちょっと意識朦朧か、後頭部をリングに激しく打ちました。さあこれを見ている、どうするんだどうするんだ、抑え込んでいるのは吉田麻里子。カウントは2。さすが全日本タッグ選手権にふさわしい試合運び。チャレンジャーサイドデビーマレンコ足を痛めて非常に苦しい体勢強いられておりますが、チャレンジャーも頑張ります。さあチャンピオン2人攻撃、リングの外へ。さあ手落とした、吉田麻里子どうする、飛ぶか。さあ足をかけた、
エプロンサイドからセカンドロープ飛んだ、フライングボディープレスです。場外へのボディープレス。さあこちらは井上貴子、デビーマレンコ足を引きずりながらリングへ戻します。エプロンからリングへ、ちょっと足を引きずって苦しい体勢。さあ突き上げた、オーロラスペシャルか、どうだ、これでも決まらない。井上貴子どうやって決めるんだ。吉田麻里子と2人攻撃、さあどうだ、足を持ってのさあカウントは2。いやいやいや決まりません。30分一本勝負、全日本タッグ選手権と1回転、これはデビューうまく見ていたのか、うまく今はこう痛めている足を使わずに膝で落ちたような形になりました。デビーマレンコ、さあコーナーにいるぞ、コーナーのデビーを井上貴子、そして吉田麻里子はリング中央一人で2本だ。ここでフィニッシュに持っていくのか、トップロープから飛んだ、そのまま抑え込んでカウントは3、チャンピオン初防衛。15分ジャスト、試合開始後15分ジャスト、赤コーナーチャンピオン吉田麻里子、井上貴子、挑戦者デビーマレンコ、下田美馬を見事に下しました。全日本タッグ選手権試合タイトル初防衛を果たしました。第3試合全日本選手権試合30分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより挑戦者長谷川明恵選手の入場です。30分一本勝負、全日本シングル選手権試合がこれから始まります。今青コーナーチャレンジャーの長谷川明恵がラウンドを進み、ゆっくりと今入場してまいりました。青コーナー挑戦者160分、長谷川明恵。純白のペースが舞い込んでいます。さあその純白のペースが今まさに止まりました。吉田麻里子選手の登場。今15分間戦い抜いた吉田麻里子が今度はシングルの選手権試合、さあこの異例のタイトルマッチ2連戦、2つのベルトを守り抜くことができるでしょうか。吉田麻里子が今ゆっくりとリング上に登場、あっといきなりソバット、いきなりソバット、長谷川崎へ、長谷川崎への奇襲攻撃、ロープが舞う中、テープが舞う中、テープが舞う中、いきなりの奇襲攻撃、長谷川崎へ、まだチャンピオンベルトも、そしてガウンもつけたまま、いやー、この奇襲攻撃は驚きました、黄色いテープとブルーのテープがまだ中に存在しておりますが、今、懸命にそれを取り除いている状況。レフリーの村山大志が懸命に抑え込もうとしていますが、まだゴングは鳴っていない、まだゴングは鳴っていません。さあ今度は応酬するチャンピオン、チャンピオン応酬、吉田麻里子も応酬します。あーっと、さあこれはもう2人を誰も止めることはできないのか、もうすでに2人の戦い、魂にはもう戦闘が鳴ったようだ。どうやらセレモニーも何もありません、ベルトの返還もそして花束贈呈も何もできませんでした。今そのベルトを脱ぎ捨てた、取り去った吉田麻里子、さあそして奇襲攻撃をかけた長谷川崎へ。いやー、阿部さん、立ち上がりからなかなかスリリングな展開になってますね。わー、予想外ですよね、なんとなくね、はい、こうなかなかエンジンがかからない長谷川が ね、いきなりってことでね、あのおとなしい長谷川崎があんな攻撃をするとは思わなかったですね。これはちょっと予想外の始まりということになりました。何が起こるか、全日本選手権試合。さあとにかくこの吉田麻里子チャンピオンは先ほどたった今15分間の全日本タッグ選手権試合をやったばかりであります。
やはり長谷川としてもですね、吉田が1試合躍進化してるっていうの分かってますからね。そうですよね。早めに体力が回復しないうちに、うん、やっちゃいたいなっていうのはあるんじゃないですかね。選手というのはどうなんですか、この試合をやってるうちに回復するということもあるんですか。やはりスタミナ配分自分でちゃんとやれば回復していくもんですよね。それでは最初はやっぱりスローペースでいきたい吉田麻里子という感じなんでしょうかね。そうです、吉田の気持ちとしては、最初から今までのハイペースでいきたいっていうのはあると思うんですけど、それは攻めの部分であって、やられるとすごい体力消耗するんですよ。そうでしょうね。大きくアピール、大きくアピール。さあ、ここは下に突き落としただけか。さあ、ロープに飛ぶぞ。行くか。ワセエルシャドーだ。吉田が飛ぶ。ロープ最上段。しかし自らの右肘を痛めた。吉田麻里子。セミの最上段からの鮮やかなパンチャーでありましたが。しかし長谷川早紀江もかなりのダメージであります。完全に満身創痍。これもちょっと村山大地レフリーが下に降りて、またドクターが行きましたでしょうか。ただカウントは進んでますからね。カウント進んでますか。はい、今3です。今3カウント。しかし足ですね。足だな、はい、吉田さっき肘を押さえてましたが足もどうやら痛めた。荒れてます。苦しい表情の長谷川早紀江がもう動きも鈍ってまいりました。ゆっくりゆっくり。さあ、これはチャンス、チャンピオンのチャンス。飛んだ吉田麻里子2連発、吉田麻里子2連発。さあ、これが3度目の防衛戦。吉田麻里子打点が落ちてませんね。本当ですね。あとのあたりまで届いてますね。さあ、セカンドロープから飛ぶか。飛んだ。ミサイルキックを放って、さあ決まってほしいと願う吉田だが、カウントは2点を。ここで決まってほしい吉田麻里子。さあ対角線に振るか、対角線に振るか。振り返す、振り返す長谷川。しかしトップロープ、ロープを渡る軽業し。カウントが入る。カウントは2つ。メキシコに行ってさらにルチャドーラに磨きがかかった。さあまた行く、フィッシャーマン。カウントが入って、ここはもう吉田の怒涛の攻め、吉田麻里子の怒涛の攻めです。長谷川早紀江グロッキー状態か。長谷川早紀江、さあバックを取ったが肘。チャンスは長谷川か。バックドロップか。いや、吉田麻里子ここはなんとか乗り切った。さあそのまま高さ抑え込みに入る。カウントが入る。どうだ。なかなか決まらない。最後の阿部さん、なんていうか意地というか執念というか、そのあたりの戦いになってきましたね。これはそうですよね。またロープ対象弾。しかし今度は逆転、逆転、逆転。村山大地にレフリーのカウント。今のは3じゃないのか。長谷川早紀江、あまりのことに大きな声、顔をゆがめて何かをアピールしましたね今ね。さあまたソバット、またソバット。今のは阿部さん、スリーカウント入ってもおかしくなかったですね。いい切り返しだったですよね。また顔面ソバット。吉田麻里子絶体絶命だ。吉田麻里子絶体絶命。セカンドロープで待っている長谷川早紀江だ。どうする、ソバットミサイル。ソバットミサイル。さあまた行くか。セカンドロープ。初のシングル王座は目の前、長谷川。もう一回顎の当たりを捉えた。もう一回行く。三つ目のコーナー、チャレンジャーコーナーで待ち構える長谷川早紀江。ほとんど朦朧状態吉田麻里子。どこにいる。口から血ですね。そばっとでどうやら口を切った。もう何が起こっているのかわからない吉田麻里子。ようやく相手を見つけたけれども、そこにそばっと。ほとんど朦朧状態。これが安全線。
2つ目の試合、全日本シングル選手権、そのまま決める。今度は決まるか。ギリギリのところで戦っています。もう口の中が真っ赤、鮮血な語りをしています。吉田麻里子、苦しい防衛戦、苦しい3回目の防衛戦、カーロープに振る最後の力を振り締めるチャンピオンの意地。長谷川早紀江、ついにシングル王座獲得。やはりタイトル2連戦は過酷だった。あまりにも過酷でした。吉田麻里子動けない、そして目を閉じています。2つ目のベルトは失ってしまった吉田麻里子。しかしこの2連戦は大きな価値のある2連戦でした。全日本選手権試合、新チャンピオンの長谷川早紀江選手です。どうぞ。おめでとうございます。どうですか、このシングルのベルト初めて巻いた気持ちは。嬉しい、涙が思わず出ちゃいましたね。タッグを最初に取ってデビーと2人、新世代タッグ、苦しいこともありましたね。その中でこのシングルのベルト、とうとう手にしました。今日は何が良かったんですかね。運が良かった。うん、それだけじゃないでしょう。ファンの皆さんに一言。ありがとうございます。これからも頑張ってください。全日本シングル新チャンピオン、長谷川早紀江です。おめでとうございました。アジア、アフリカでは幼い子どもたちも生きるために働かなくてはなりません。ヒマラヤの国ネパール、11歳の少女レカは学校へも行けず毎日働いています。それでも彼女の笑顔は輝いています。この子どもたちの笑顔を消さないためにユニセフ募金にご協力ください。山下君、部長がセールワンと言えのに水がないじゃないか。水が少しは僕の立場も考えてくれよ。早く水汲んできます。下痢に白い錠剤、セールワンと言え。白石正蔵、34歳、と立つ挑発だ。アートネイチャー、愛の予感、心のざわめき、アワーズエンド。この物語は奇妙なラブストーリーです。あの人、男だけど女なの。金運はなんと男から女に。鷲尾いさ子ミスターレディに挑戦、お久しぶりね。金曜夜9時2分。第4試合オールパンディック選手権試合、60分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより挑戦者テリー・パワー選手の出場です。駆け足で登場してまいりました。そのテレビの全日本女子プロレス中継では初めてご紹介します。アメリカのマッスルクイーン、テリー・パワーです。この筋力をご覧ください。続きまして赤コーナーに選手権者、井上陽子選手の入場です。大きな手拍子を起こしております。今ゆっくりと井上陽子、さあ手を合わせながら走り込んでまいりました。赤く染まったリング上の赤コーナー、
ゆっくりと今大田区体育館の中をぐるっと見渡して、そして中に飛び込んでいった井上と赤のテープが投げ込まれています。井上京子とテリーパワーでありますが、そのテレビでは初めてご紹介します。アメリカからやってきたマッスルクイーン、見事にビルドアップされました。そのテリーパワーのその上半身筋肉をご覧いただきましょう。なかなかこの阿部さん、見事に鍛えられた体をしてますね。本当に 力だけという意味では本当すごいですからね、この選手は。まあいろいろ課題はねこれからあるでしょうけれども、あの体を見ただけで相当なパワーを持ってるなというのはね分かりますね。そうですよね。あ、そして早くももう井上京子が始めてますね。何やら早くもこの館内の雰囲気を自分流に今塗り替えていこうという、そういう感じであります。アスカ、こういうところがうまいんだよねこの人はね。もう役者ですよね。役者ですからね。あっという間にこの井上京子のいわゆる戦いやすい雰囲気になるわけでありますが、さあゴングが鳴りました。テリーパワーが一体どんなこの試合を初めてのテレビ中継で見せてくれるでありましょうか。早くも京子コールが起こっています。手拍子とそして京子コール、さあ組み合ったパワー対決、すごい筋肉ですね。すごい筋肉ですね。あの往年のライオネスアスカみたいですよね。なるほど。フォローする言葉を失ってしまいましたが、あの前、有効エリカですか。古いですね。古いですか。ちょっと古いですね。言いましたね。言いましたよね。あの有効エリカはもう相当な筋肉でしたけれどもね。でもあのテリーパワーの方が柔らかそうというか、弾力性のある筋肉っぽいですよね、はいはい、あのレスリングに向いてそうな、ね、筋肉ですね、はいはいはい、さあちょっとこれ力で組み合ってはちょっと井上京子は勝ち目がない可能性。あっといきなりナックルパート。さあこの力と力の対戦はどうか。リング上の中央に大立ち、さあ1回やり過ごしてもう1回今度は飛んでどうする、もう1回馬跳びで、さあ足を掴んだ、さあどうか。このテリーパワーというのは87年と88年ですから、もう5年前と4年前になりますけども、ノースウェスト、アメリカのノースウェストの、いわゆるボディービルディングのチャンピオン、ということでありまして、そしてこの88年には全米でも3位になったという、このいわゆる筋肉美の持ち主だったわけでありまして、それからアメリカでも有名なレイガンス道場という、あのブレッドレイガンスという、ブラッドレイガンス、ブラッドレイガンス、はい、あのレスラーがね、はい、いましたけれども、彼の道場で鍛えて、そして90年に向こうの、LPWA ですか、そちらの団体の方でプロ入りということは90年、91年、92年、少しは3年目というね、まだキャリアというわけであります、そしてその3年目、今年の2月、見事にこの LPWA のチャンピオンとなりました、それからこの戦いの場を求めて日本にやってきたわけであります、まあ、ちゃんとした試合ができるのはこの日本のマットだけだろうという阿部さんね、本人が言ってこの日本へ行きたいというふうにしたそうなんですけどね。かなり長期滞在になりそうですが、どうですかこの人の動きを見て、そして体を見て、日本のマットでどうでしょう、やっていけますかね。そうですね、まあ、あのデビー・マレンコもそうでしたし、はい、今昔のメドーサですか、はい、みんなのやっぱりいるうちにこう上手くなるんですよ ね、 そうですね、慣れてね。テリーパワーは現在27歳、年齢的にはかなり遅めのデビューでありましたが、今年3年目、アメリカでは5時間のトレーニング、あーっと戻ってきた、あーそしてそのまま、あーこれは驚きましたね。そのまま落ちるのかと思いましたが、何か逆上がりのような形でもう一回体が戻りまして、そして頭を掴んでそのままロープ最上段から井上京子を投げ飛ばしました。なるほどね、確かにこの筋力と足の力を持ってすれば、阿部さん、ああいった技も可能なんですね。そうですよね、まあ、
ちょっと日本の選手は考えつかないですね。考えつかないですよね、ちょっと井上京子も油断した部分があったみたいですね、まさかあんな体勢から足が伸びてくるとは思わなかったでしょう井上。さあバックを取ってフルネルソンに決めますが、何を見せるか、軽々ですね。今度は逆にフルネルソン、さあ今度は抜けた、外された。ラリアート今度は胸板を捉えました。今回の日本遠征でね、いろんなことを日本の例えばスピードとか、技の使い方とかを覚えていければすごくもういいレッスンはないんじゃないですかね。そうですね、三宅さん、はい、やっぱりすごく上昇志向が強くてですね、デビーマレンコが日本で非常に日本のレスリングに慣れて、いい味出してますよね、はい、そのねデビーをなんかこう姉御肌というか、従えるような形でいろいろね吸収してるような感じですよ。なるほど、早く日本のレスリングに慣れてね、はい、最高峰を極めたいというふうに言ってました。デビーマレンコも今まで寂しそうでしたがね、話し合いさもできたし、そうみたいですね、お互いにとっていいかもしれませんね、はい、さあこの間に今叩きつけられましたが、阿部さんちょうど目の前でしたけれども、かなり大きな音がしましたねこれね。そうですね、バット効いてないですからね、バット効いてないですからね、であの力ですからね、はあ、ちょっと今日はやりにくい、そんな感じであります井上京子。いつもの元気な、あーっと飛びつけきそうでありますが、ここはあーっと、なんだなんだなんだ今のは、今いきなり伊藤薫が井上京子の後ろ、さあセカンドランド、あと本田放送席の目の前、さあちょっと今目の前で信じられないことが展開されましたが、あーやはりあのジャングルジャック、阿部さんということなんでしょうかね。そうですね、三宅さん、今はですね、あのジャングルジャックの方に加入しているような形で、やっぱりジャングルジャックなんですね、アジャがよく面倒を見てるそうなんですよ。あーなるほど、レスリングスタイルなんかでも、アジャにいろいろ教えを請うところが多いみたいですね。なるほどね、はい、しかし今ね伊藤薫に今頭を使えた瞬間に、なんだよという感じのね大きな声を上げました井上京子。思いもいらないところに敵がいたという感じであります。青コーナーに伊藤薫、そしてデビー・マレンコがじっと下の方から戦況を見つめているわけでありますが、さあちょっと井上京子も確かにちょっとスタミナ切れてきたかなという感じの動きになりました。さあ向きを変えた、届いた、いやーようやく大田区体育館に京子コールが戻ってきた。さあもう一回バックブリーカー、もう一回、あっと今度は逆だ逆だ逆だ、足2本で一気にこちらに持ってきた、カウントが入る、カウント2つ、なかなか器用じゃないですかあーこれはちょっとイメージを変えなきゃいけないかもしれませんね。いろんなことができますテリーパワー。さあスピードこそありませんがいろんな技を持っています。さあしかし今度はお返し、まさしくプロレスのトップになるためにこのプロレス界に入ってきた、他の邪念は全くありませんこのテリーパワー。そのためにはこの日本のマットでの修行が必要だと考えた。さあおー、この技もマスターしている、危ない、意外ですね、意外ですね、あれは割と軽量級の人がよく使う技でね、まあ、裏側にあったフランケンシュタイナーの方ですよね。あ、なるほど、形としてはね、あーそうかそうか、強子もたまにありますから、ね、はいはいはい、あれは何ていう技でしたか。あのフランケンシュタイナーですね、今パワーボーに切り替えしましたね、はい、さあ今度は大丈夫、今度はバランスを取って、あ、さあそのまま落とした、カウントが入ってカウントにつないやがらドライバー決まり、最後は最後は井上京子、いやーしかし最後は井上京子締めましたが、ちょっと阿部さんテリーパワーに対する印象を変えていかなきゃいけないってことははっきりしましたねこれでね。そうですね、手強い相手になりそうですね、これでスピードがついてきて日本のプロレスに慣れてきたらちょっと怖い存在になるかもしれません。しかし最後はさすがに井上京子、鮮やかなバックブリーカーからのナイアガラドライバーでありました。オールパシフィック選手権初防衛に成功いたしました井上京子選手です、おめでとうございます。
どうもありがとうございます。この白いベルト、はい、試合前にねまだ馴染みがないようなこと言ってましたけれども、また戻ってきましたね。はい、はい、なんかやっぱり難しい相手だったなっていうか、自分の勉強不足だなっていうか、うん、もう試合が全然思い通り運べなかったんで、もうすごい勝ったんだけどすごいしょっぱかったなみたいな、うん、でもテリーとまた今度、うん、組むんでね、その点なんかいろいろプロレスのこととか話して、ね、はい、やっぱり向こうの選手非常に戦いにくい選手だったんですかね。っていうか自分が全然なんだろうな、相手に気を使いすぎちゃうっていうか、もう自分のプロレスやればいいんだけど、もっと噛みにくかったって感じですね、うん、ガンガン行かなきゃいけないのに、うん、もう引いちゃう部分があるから、もうそこがもう私の自分の課題だなみたいな、これからの課題、自分の、はい、黄色とピンクに非常によく似合ってる白いベルトですよ。本当ですか。これからもどんどん防衛していってください。はい、どうもありがとうございました。ついに出ました、ウルチャマンダのビデオもやらねば、7月11日全国一斉発売。絶対買わねえ。なぜならビデオディスの力がいまいちわかんねえから。愛が覚める運命の扉が開く、アワーズエンド。響け新生エスパルスのアクコロー。あのペレを生んだブラジルの名門サントス FC を迎え、エスパルスイレブンがどんな戦いを見せるか。チケットのお求めはピアセゾンほかプレーガイドまで。どうして夜になると星が出るの？ねえ、どうして起こしてこないの？親父として娘に伝えておきたいことがある。ガリレオ物語。金曜の夜11時は、うらし楽し大好き。真夏のビッグイベント、フジテレビ杯100トーナメント、ミッドサマータイフーン92。この大会に出場する7チームがファン投票によって決定いたしました。そしてその1回戦対戦カードが本日リング上での抽選によって決まりました。7月30日水戸でトヨタ下田組対バット渡辺組、そして吉田長谷川組対三田井上貴子組、8月9日名古屋で北斗山田組対井上京子テリーパワー組が対戦します。そしてこのトーナメントで勝ち残ったこの6チームの中から勝ち残った1チームがブル中野アジャコン組というこの最強ペアに挑戦。これが8月15日の後楽園ホールというわけであります。この模様でありますが、8月7日次回の女子プロレスの放送から14日21日28日と毎週午後2時の枠で放送してまいります。どうぞお楽しみいただきたいと思います。果たしてこのトーナメント勝ち抜いて頂点に立つのは一体どのチームでありましょうか。ご期待ください。
リンクが真っ赤に浮かび上がっております。選手権がブルー中野選手の入場です。さあチャンピオンブルー中野が入場してまいります。大田区体育館であります。阪神メッキに乗り込んでこのチャンピオンベルトを奪い去ってまいりましたブルー中野、今日が第1回の防衛戦ということになります。全日本女子プロレスの頂点に立って久しいブルー中野、また大きなチャンピオンベルトをメキシコから盛り上げにして帰ってまいりました。テープが飛び立っております。ファンの歓声が大きくこだましております。大阪体育館、今日はこれから LL、まあ、メキシコでも新しいこれはチャンピオンベルトなんですか、ね、そうですね、新設されたベルトですね、はいはい、世界女子選手権試合、まあ、こういうふうに銘打たれてるんですけどもね、北斗さん自分も何もできないんですけど北斗さんについていきたいんでセコンドスタッフ、さあ果たしてこのファン中止のリング上で弟子入り許可が与えられるかどうかですね。アスカ、はい、これどう見ますか。そうですね、まあ、まあ個人的に下田を見たらやっぱり、うん、入らない方がいいと思いますけど、いただけるから手がいっぱいなんだよ。よし、じゃあ今日はお前セコンド使ってやるよ。今日はまあせめてセコンドに使うと、こういった北斗晶であります。この先見て決めるからな。CMLL、メキシコの新しいタイトルを持って戻ってまいりました。未制限、時間は未制限一本勝負であります。さあ、ちょっと体が違います、北斗晶。まあ、しかし弟子入りを請願いたしました。下田今の前でも今日は一つ十分に貫禄を示したいところであります。塩野さん、はいはい、さっき本人も言ってましたけど、僕とあぶらの骨が折れてるみたいですね。あ、そうですか、はい、あれあれ、なるほど。まあこの辺りはですね、ちょうど林コミッションドクターもいますしね、三宅アナウンサー、調べてくれてると思うんですけども、はい、どんな状態なんですか。毒軟骨というね、ところなんですけれども、はい、ここをどうやら折っているようで、この前のね、ちょうど2週間ぐらい前でありますかね、井上京子との一戦で、痛めてしまいまして、はいはい、でそれから試合もほとんどできない状態だったんですが、なるほど、今痛み止めの注射を打ってね、試合に臨んでいるような状態です。そうですか。毒軟骨っていうのはですね、うんうん、私も折ったことがあるんですよ、はい、アジャコングに蹴られた時、盗まれて、あの時僕も肋軟骨を2本折ったんですよね。三宅君、同じように言っちゃダメだよ、同じように同じように、いや似たようなもんでしょう、井上京子とアジャコングだったらいや本当にね、相当な痛みですよ。あ、そうですか。今日咳をするシーンが、ね、あったんですがね、はいはい、この時にも顔をしかめましてね、あっとブルーが行くか、あ、場外に落ちた。ホットに対してブルが一気に飛んだ、今ねセコンドがね、この試合はセコンドが2人までつくのは許されているんですよ、はいはい、ルールでね、でようやく下田まで入りましたので、はい、2人が懸命に抱えてたんですが、それを押し飛ばしてね、後頭部をねかなり打ち付けましたね。そうですか、はい、今度は鉄柱攻撃、もう一人で3人を飛ばしましたね、強烈に殴打しております、はい、放送席、あ、まあ、あ、今度は放送席に行った、さっきからしております。今日は大切な一戦でありますが、北斗晶、体調が万全ではありません。大阪競技場で今放送席に駆けつけられました。いやー、これは強烈だ。ブルー中野の形相がもう目前に迫ってまいりました。放送席に駆けつけております。今日は体調が悪い、今三宅アナウンサーから報告が入りました。先ほど私が本部席にいましたときに、林コミッションドクターがちょっと席を外しまして、控え室の方に行ったんですが、10cc の注射をしてきたんだというふうに言ってましたですね。痛み止めでね、10cc というのは大変なんですね。
ですから、まあ、大量の痛み止めを打って今日はこの大切な一戦を迎えている北斗晶であります。無制限、時間が無制限、日本勝負。さあ北斗晶、いかにも今日は苦しい展開になってまいりました。試合開始早々場外戦、あーっとやはりね、まあ、あの左の方を押さえてますけども、あそこがですね、うん、六男骨もそうなんでしょうが、ちょっとね骨がね飛び出てるんですよ。六男骨2本の他にも、はい、ちょっとね、他のあるいは本当の肋骨の方も折れてるんじゃないかなという雰囲気なんですがね。肋骨が折れてるんじゃ大変ですけどもね、場所が場所ですので、その肋骨のちょっと先の六軟骨が現在折れているようであります。それからちょっとあの今額からもう血を流しております。北斗晶であります。今日は下旦那の請願をねかっこよく一旦はあの拒否いたしました。まあそういった意味でも本来体調が万全だったらいい試合をしなくちゃいけないんですけどもね、北斗は。そして110キロが今トップロープに上がりました。細い体が横たわっている。そこからもうしょうもないギロチンドロップ、必殺のギロチンドロップ。しかしカウント3はなんとか逃れました北斗晶。いや騒然としております。大高い一冠、また西東が展開されております。さあ叩きつけてるぞ、もう一回行く、さあもう一回行く、おーっと前面に行った下段2まであります。さあどうか、テコンド、おーっとったったどうしようもありません。再びどうするか、おーっと今のはボブヤドは何を言ってるんですか。今コミッションドクター呼びました。あちょっと危ないのか、北斗晶コミッションドクター呼びました、そうでしょうね。さっきのね、ギロチンがね胸に入りましたから、試合続行不能であります。林コミッションドクターが今ね慌て中に入ってまいりました。もうほとんどちょっと見ただけですもんね。この大会選手は、左の6段骨2本自然作った投手を残しておりまして、今日無理を押しての登場でした。痛み止めを十分に打ってまいりましたけど、もうこれが限界だと思います、うん、これ以上は選手生命に影響しますので、ドクターストップします。そうでしょうね、これ以上は選手生命に影響するドクターストップと、やはり林コミッションドクターが一番心配しておりました。まあ、しかし短い試合ではありましたが、アスカ、それなりにですね、非常に苦しい体勢で、悪いコンディションで、あの見せ場を作ったんじゃないですか。そうですね、まあ、北斗魂っていうのを見せてくれますよね。阿部さんはいかがですか。まあ、よくやったって感じでしょうけどね、やっぱりいいことですよ、やってほしいですよね、サイドのマッチは。そうですね、はい。ドクターストップという結局結果になってしまいましたが、とりあえずは初防衛ということになりました。チャンピオンのブル中野選手戻ってきました。ちょっと、まあ、不完全燃焼という感じになってしまったかもしれませんけど、まあ、しょうがないですかね。そうですね、まあ、相手は2本ね肋骨折ってた、それも初めから分かったことだから、でも分かってて寝てたんだったらしょうがないことだし、またもしもう一回やりたいって言ってるから、だったら本当に今度は体直してから、うん、だって何年でもさ、みんな好きだからプロレスやりたいんだからさ、自分の体大事にしなくちゃ。でもやっぱりリングに上がったら容赦ない戦いでした。はい、ね、これからも、ずっとこういう感じでいきたいと思います。そうです、はい、また万全の状態で北斗選手が挑戦してきて、はい、そして素晴らしい戦いになることを期待してます。はい、はい、どうもありがとうございました。キリンダガーパシタシオン、
あのスターライトエクスプレスを超えた壮大なスケールとパワーで送るサーカスミュージカル、8月7日横浜アリーナで公演開始。マイル券絶賛発売中。詳しくはご覧のところまで。ビジュアルクイーンオブザイヤー92ミスティックバーディスコイナイナ Now on sale Call Fuji Television AV Station。世界最大のクラシックカーレースニッケミリアから名車中の名車が日本にやってきます。ジャン・アレジー、スターリング・ボスなど名ドライバーとの出会い。ラフェスタ・ニッケミリア、チケットはご覧のプレイガイドです。ソニー賞ベストミュージカルに輝き話題の大作が中村雅俊の主演で日本上陸。絶賛発売中。お問い合わせはご覧のところまで。ドキ丸ごと水着女だらけの水泳大会スタート。闇アイドルレースクイーンキャンペーンガール大集合。お色気たっぷりハプニング続出。火曜夜7時半いよいよ夏本番。デニワタステージ今日もどこかで定時親分を呼ぶ。謎を探って正義の十手がかかる。水曜夜8時金曜にお名を頂戴してくれ。本日のメインイベント WWA 世界タッグ選手権試合60分3本勝負を行います。はじめに青コーナーより挑戦者アサンコング選手の入場です。さあいよいよ今日のメインイベントを迎えました。大田区体育館であります。これから挑戦者チーム入場してまいります。今アジャンコング選手の入場が紹介されております。の世界タッグ選手権音楽が次第に盛り上がります。両手に交流感を持ちましたアジャコングの入場。しかしパートナーの姿はありません。アジャコング一人で入場をしてまいります。大田区体育館挑戦者の花道リンクに出場いたしまして交流感を引き下げて礼によって礼のごとく長コング堂々の2秒であります。ただ出場は BWA の世界タッグ選手権試合。ここでアジャコング選手が本日のパートナーを指名いたします。あ、パートナーを指名するんですか。なるほど、一人じゃタッグ戦は戦えません。京子、お、京子と言いましたか。井上京子ですか。井上京子ですね。井上京子、京子出てこいと言っております。そうしますとジャングルジャッジ獄門島と今日は合戦で行くんですか。今日みたいですね。はあ、さあ果たしてアジャコングの要請に井上京子応えるかどうか。今日はもう一つタイトル戦をやっております。井上京子でやります。ちょっとあの戸惑った笑いを見せております井上京子。アジャコングの大きな声での要請がありました。入った。おお、この人前のカラッと気持ちが変わるとですね、最初は戸惑っておりました井上京子。もうしかし指名されたからにはあっという間に赤コーナーより選手権アーリング井上京子並び山田年寄りの入場です。ここで久々の合体であります。思えば2年ぶりでしょうか、獄門島からでジャングルジャックを結成する直前の試合で2人はパートナーとして戦っております。獄門島ジャングルジャックが合体いたしましたリング上挑戦者コーナー。そして今華やかなファイトを合いまして各のチームが入場してまいりました。
フジテレビから今両チームそしてレフェリーに対しまして綺麗な花束が贈られております。超満員の大田区体育館であります。今日は5つのタイトルマッチがずらりと並びました。そしてこれが最後のメインイベントタイトルマッチであります。まあ 3AA というとあのアスカね、かつてあのベースビーフェア、はい、そしてクラッシュギャルズがありました、はい、さらにあの大森さんとジャンボポリの重量コンビもあったね、はい、ダイナマイトギャルズ、うん、ダイナマイトギャルズ、まあ、あそのまま全日本女子プロレスの、まあ、歴史と伝統をね、はい、引き継いでの今のチャンピオンチームであります。そして呼び取ることができるかどうか、この伝統のチャンピオン伝統をまた将来に向かって大きく伸ばしていくことができるかどうかというチャンピオンチームでありますが、その前に今日は意外な合体チームが誕生しました。そうしますとバイソン木村の今のあの状態というのは相当悪いんですか。いいんじゃないですね、顎のね一つぐらいというかあれが外れて以来ですね。そうなんですね、あのおまだあの試合は始まっておりません。ちょっとした小競り合いが早くも展開されております。リング上であります。バイソン木村の長期欠場がどうやらあの本物になってきましたですね。それはあのリング上にカムバックできるのか分かりませんですね。そうですね、こういった大切な試合でパートナーを組むことができません。バイソン木村であります。が試合が始まりました。この試合は6日分3本勝負 BWA の国内タッグ選手権試合、試合が始まりました。さあアジャコングでやります。今日はパートナーとして井上京子を指名いたしまして、得意のパフォーマンスが出ておりますアジャコング、動きも軽快であります。そして非常にスピーディーなタッチワーク、今度は井上京子、もともと井上とそしてアジャっていうのはなんとなくあの波長が合うんじゃないのかな。アスカどうですか。見てるとそうみたいですよね、なんかあの楽しそうですよね。生き生きとしてるもんね。しますね、さあ大きなバースケリを見せました。そして今度は得意のキックテンポ山田敏夫でやります。 3AA の2回目の防衛戦を迎えました山田敏夫、そして豊田真奈美、さあ今日は面白いメインイベントになりました。スピーディーな試合の展開であります。ローキック背中に対しましてローキック連発、そして今度はエルボーであります。井上京子、さっきの、 あの井上京子のタイトルマッチがありましたオールパシフィック選手権試合ですか。ちょっとあの相手の音楽がよくわからないということもありまして、インタビューでなんとなく不完全燃焼といった感じのね、やはり答えがありました。そういった意味では井上今日の思わぬこの指名に燃えてるんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、この相手とやるとですね、はい、まあ、いわゆるスイングというかですね、乗りますからね。そうでしょうね、メインイベントにふさわしい今日のタイトル戦であります。 3AA のタッグ選手権試合60分3本勝負、さあ今度は山田そして井上の対戦となっております。それにしてもですね、井上京子今日この大田区体育館2試合目の登場でしょ。吉田麻里子が故障でしたよね。そうですよね、大したもんですね、この蒸し暑い大田区体育館。今度は山田反撃、そしてここで豊田真奈美登場してまいりました。長い髪の毛を振り出して豊田真奈美の登場で場内が湧いておりますロッキック。今度は試合のテンポが非常に速くなってまいります。自分の試合のリズムに持っていきました豊田真奈美。井上京子ほとんど受け身一方になってまいりました。ドロップキックの連発であります。髪を振り出して豊田真奈美ファンにアピール、これも強烈なサイドキック、カウント2.5、画前確認してまいりました。なるほどね、こうしてトヨタが出てくるとまたレスリングのあのリズムが変わるんですね。一気にスピードアップしますよね。面白いですね。さあ息もつかせに
スピーディーな攻撃を展開いたしまして、ファンを魅了しているトヨタ真奈美であります。お、これはどうか、二条さんか、うーん、今の前で決めました。はい、ダブリストも、はい、なるほどね、はい、さあ足を持った、そして今度は足を固めてインディアンズクロスの体勢に入ろうとしております。豊田真奈美、そして井上京子、さらにアジャコング、そして山田淳夫、まあ今全日本女子プロレスを代表する4人の選手がリング狭しと3ダブルAのタック選手権試合であります。これなんかだってトヨタの体がなきゃなかなかできませんね、こういった攻めっていうのは、はい、トヨタならではですね。トヨタならではですね、本当に体が柔らかい、だから攻めてもね、十分に相手にプレッシャーをかけるいろんな技を繰り出すことができますし、それから一方攻められてもね、またあの苦しい相手の攻撃をしのうことができますよね。そうですね、はい、塩野さん、はいはい、このトヨタ真奈美の多種多彩な技、多彩な技ですけれども、はい、これがですね、あの少年サンデーという漫画の中でジャパングランプリを戦い抜くこのトヨタ真奈美の様子をですね、漫画として連載されるそうなんですよ。あ、そう、あのもちろん他の選手の方もですね、実名で登場して、はい、トヨタと対戦していく、まあ、漫画になりやすいような感じですよね、この技というか、体も柔らかいですし、どんな技が飛び出すかわからない面白さもありますからね、はいはい、そうですね、そのあたりにも漫画にも目をつけられたということですね。まあとにかく恵まれた先生の柔らかい体を持っておりますトヨタ真奈美。一方この山田剛選手は記録であります。ご覧のようにね、記録を全面に押し出して井上京子に立ち向かっております。さあ井上、今日はなかなかあの自分のペースに試合を持っていくことができません。踏み込んで強烈なラリアット一発、そして今度は、いやー早いですね。そして今ようやくアジャコングに手前入りました。アジャもですね、周りのスピードに感化されましてね、自分のスピードじゃなくて、ね、速いですよ、確かにアジャ、いつもの動きはありません。さあ、ラッシーとベースロックに入っております。山田敏夫であります。今日は貫禄と、そして余裕を持って挑戦しておりました挑戦者チームでありますが、徐々にやはりあのチャンピオンチームが自分たちのペースに試合を持ってきましたですね。各チームとしてね、はい、もうだいぶこうなんていうんですか、自信がついたっていうんですかね、阿部なんか、まあ、チャンピオンになってね、防衛したいですね。なるほど、なんとこう前はね、もうちょっとなんとか力強さっていうか、うん、チームとしての強さがなくて、はい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 、だいぶ強くなってると思うんですね。チームとしての強さっていうのがコンビネーションなんでしょうね。はい、さあ今度はジャパングバックを取った、今度は取っております。これは強烈だ。今日はいつになくアジャコンの動きも非常にスピーディーであります。さあ、これはたまりません。まあ何が起こしてきたって大変でありますね。え、肘を使わなくたってそのまま起こしたって十分強肩である。アジャコンの見せ場、今日は十分に自分のウェイトを使っております。アジャコングの攻撃、しかし豊田真奈美、自分の柔らかい体で見事にこれを受けております。場内が沸いている超満員のオタクタ一貫であります。サイドドライバーを落としました。さあまた上に乗った120キロ。いやー今日は十分に試合を堪能しております。5つのタイトルマッチがずらりと回りました。オタクタ一貫であります。さあアジャコングパフォーマンスバックを取った、とおー今すば、いやいや、コブラツイストに行こうとしたんですけども相手が大きすぎます。これはちょっと敗北に止まった蝉のような感じになりまして、ちょっと無理かねえ。豊田もいろんな技をかけようとしてるんですけども、なかなか体が大きくて相手に通用いたしません。今度はバックを取った、これはうまかった。さあカウントは2であります。タイミングが良くなきゃな、中谷コングみたいな大きな人にね、大技はかけられません。今度は行きました、今度は行きました。コブラツイスト、執念を感じさせます。そして井上京子、さあ井上京子、おー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 おお、これはあのトヨタの得意のボーリングクレードルでやります。さあトヨタの技なんですけども、あれあのかけられた方っていうのはどうなんですか。
どういう感じになるんですか。仕掛けられたことないですね。あまりあの女子プロレス昔はね使われてなかったんですよ。さあ場内が沸いている。今度は最高チャンピオンティモン、バックアタックが出ました。これは2人を一挙に追い取りました。そして最後仕上げとばかりに出てまいりましたのがデコングであります。さあ挑戦者ティモン大きなチャンスを迎えました。2人を分断いたしましてアデコング、さあロープに踏み込んで、おっと逆にね襟型で抜こうとしたんですけども、これは失敗であります。やはり体が塩野さん、はいはい、汗で滑るんでしょうね。これ、そうなんですよ、掴めないんでしょうね、自分が思うようにいきません。ロープも滑るし相手も滑るという感じですね、はい、さあ2人攻撃、目を離せなくなってしまいました。今度はチャンピオンチームがチャンスを迎えたか。2人がかりで今ロープにしっかりと据えようとしております。さあ井上京子が行った、井上が行った、分断作戦であります。そしてアジャコング、さあ南ロープから一気にどうかとどめを刺そうという体勢であります。何かチャンピオンチームちょっと打ち合わせがありました。あ、一旦ちょっと距離を置いてここに、さあどうするか、2人で行くか、2人で一気に飛ぶか。まず井上京子飛んでおります。そしてアジャコングエルボードロックで、これは決まったでしょう。そうです。今バンダーの中央まで進んできましたですね。あの巨体で、ね、今のは返せないですよね。それでもね、本当ですね。いやー今日の挑戦者チームまず1本見事にチャンピオンチームを破りました。それにいたしましても迫力十分でした。愛の予感、心のざわめき、アワーズエンド。スペースシャトル50年前の日本でタイムスリップ、日系2世の宇宙飛行士、ここで見たもの、未放送シーンを収録した完全オリジナル版ビデオ、 NASA 未来から落ちてきた男、好評発売中。Visual Queen of the Year 92 Body Double Mika Takahashi On sale August 21st Call Fuji Television AV Station Konbiki なんてさ始まるわよ。テレサ展バンバヒロフミを迎え、ベテラン陣の歌唱力を存分にお聞かせします。ときめきのサウンドザコンライブ、水曜夜9時。夏の風物詩、壮大なスケール、金曜ファミリーランド92大江戸花火祭り。夜空を彩る4万5000発の祭典、金曜夜7時半。セカンドホール2本目のゴングが鳴りました。大田区体育館であります 3AA の世界タッグ選手権試合、まず1本は挑戦者チームが取りました。豊田真奈美選手のちょっと調子っていうか、体調が心配ですね。ゴングと同時にすかさずタッチをして、山田敏夫が戦ってますね。そうですか、はいはい、トヨタ真奈美が果たしてどう回復してまいりますか。今また林コミッションドクターがね、トヨタ真奈美選手の様子を見ております。あの距離のあるところから飛んだエルボーでしょ、はい、打ちどころ入りどころが悪いとね、大変なことになりますよね。全体に乗ってますからね。そうですかね、はいはい、ですからトヨタ真奈美がこの後どう回復してまいりますか。とりあえずは山田敏夫一人で今チャンピオンチームとしては戦っていかなくてはなりません。まして1本押されてるわけですよね、はいはい、いやこれはあすか、はい、ちょっとチャンピオンチームとしては苦しい状況に追い込まれました ね、 やはり体力差がありますからね、うん、体力差体格差がありますから、はいはいはい、
確かにあの一本を見てると完全にあの体力差っていうのがね、ものを言ってるようですもんね。まあここで山田が時間を稼いでたら、はいはい、まあ、力と力でぶつかっていったら自分の方が体力消耗しますからね、あの考えてぶつかってた方がいいですよね。そうですよね。まああの林コミッションドクターが今あの本部席に帰ると思いますので、帰りましたらまたあの長坂君聞いてみてください。はい、わかりました。トヨタ和波選手も回復力は非常に速い選手であります。汗が蹴り誘ってますね。じゃあ今度はそして山田敏夫の対戦になりました。今のあのロープに詰めておいてラビアートみたいな形でね行ったんですけども、意外に効いてましたね。来ましたね、はい、崩れる落ちるような感じでね、今相当のダメージを受けたようであります。さあそして今度はようやくチャンピオンチーム2人が対対攻撃ができるようになったが、しかしそういった攻撃も一瞬でやります。さあロープに打った井上京子どうするか、あーっと逆襲でやります。足を蹴り出しました。この辺りはさすがに山田敏夫。そして今度はトヨタ真波の登場であります。ちょっとあの苦しそうで、やはりあのひょっとしたら肋骨に火が入っているんではないか、そういった診断であります。今あのゴムのジャイアンツイングだ、ジャイアンツイング、これは痛いでしょう。井上京子タイミングよくジャイアンツイングであります。ファンが声を揃えております。10回行きました。アスカ、はい、ね、今のジャイアンツイングどういう風に見ましたか。まあ、トヨタぐらいの打撃が一番回しやすいですね。ただ、まあ、10周回し終わった後にあの強化がフラフラだったんで、まあ、私の場合1点を見つめれば目が回らないんだぞって、なるほど、でもよく回しましたね、はい、さあ今度はどうするか、とやはり足で滑ります、なかなか思うように自分の技を仕掛けることができません。さあこの隙をついておりますのがトヨタ真波であります。今井上京子場外に落ちました。これを追っていくか、これを追っていくか、トヨタ、さあ行きよー、今度はアジャコンが出てまいりました。許しません。今場外に止まろうといたしました。今度はアジャコンの、これは同心になったんじゃないでしょうか。そうです ね、井上京子に当たりました、井上京子に、そしてまたちょっと滑っている、ロープが危ない、場外にね1回転ムーンサルトでありますが、これはどうだったんでしょうか。放送席からはよく見えません。ムーンサルトプレス見事にアジャコング取りました。ちゃんと決まってます、はいはい、あのですね、脳天にちょうどあの足首が入ったような形になりますので、かなりのアジャコングダメージ受けてますね、はい、1本を取っております。チャンピオンチームの動画ではありません。ロープレスマイチャーチーム、さあなんとしても1本を返しておきたいところであります。これはどうか、はい、固めて、後ろに落としました。これは決まるか、ジャパニーズ挑戦の変形で、これを最近こんなに使っております。トヨタ真波選手チャンピオンチームを1本公開しました。1対1になりました。ラスト3本目が開始されました。大田区体育館であります。一本一本から試合は決勝の3本目に入りました。サポーターを巻いておりますトヨタ真波、よく動いております。怪我には強いトヨタ真波選手、さあ得意のミサイルキック連発しております。ミサイルキックが連発、強烈が入りました。そして上からカウントを取りに行ったが、ここでとうとう遠い感が出てまいりました。さあ3本目ちょっと荒れそうな予感であります。今場外戦が展開されようとしております。高いに入っていきましたアジャコングであります。今日は1本目2本目はアジャコングもスピーディーなレスリングを展開しておりましたが、とうとう追い込まれました。3本目得意の4本目から場外戦にやはり戦法を変えていったようであります。満員のお客様、右に手を振り上げておりまする第1巻、今日は一度タイトルマッチが並びました。お客様大興奮でありますが、メインイベント東京場外戦であります。朝場外ランプお手の物ですから、本当に上映をやってますよと思って、ね、そうなんですよね。まあ今のなんか安倍さん、ちょっとあの恐怖攻撃場外戦、こういったものをチャンピオンチームが仕掛けていって自分のペースを取り戻そうとして
点でありませんか。そうですね、まあ、あれもうまいですからね、そのままね、ペースに巻き込むということはね、はい、はい、おーって後ろに落としたバックリップ、これは井上京子うまかった。さあそして今度はどうするんでしょうか。ファンにアピールいたします。井上京子流のレスリングであります。今度は手を高め1点で回転蹴りが入った。カウントカウント2点後、試合は3本目白熱してまいりました。全く目が離せない状況であります。井上京子手を高めの長い首を掴んでゆっくりと今アジャコングにタッチ、そしてアジャコングのパフォーマンスがありました。さあ今度はトヨタマナミトップロープに上がった。どうするか、一気に飛んだがそれを受け止めました。これがアジャコングであります。おっと、なんとサポーターを取りました、外しました。アジャコングロープに振られた。どうか、あーっと回転エビ固めちょっと無理だ。あーここでタッチ、さあようやく山田が打ってまいりました。ここぞとばかりキックを入れました。顔面キック、そして後ろから背中にキック、ローキック、ローキックの連発であります。たまらずアジャコング、今エプロンの方に逃れようとしておりますが、そのアジャコングを捕まえました。そしてもう1回、あーっと今度は1回転アジャか、どうか、あーっとさあなんとか体勢を整えることができますか。チャンピオンチームであります。決勝の3本目に入ってちょっとチャンピオンチーム完全に分断されました。苦しい状況に追い込まれております。一方の挑戦者チームですけども、なかなかタッチワークもいいようですね。そう思っているようにいいですよね、はい、さすが最後までいますから、うん、これはカウント2、余裕を持って受けておりました井上京子であります。さあ今度は1点して井上京子いったラリアート、これは空振り。そして今度は山田敏夫のキックが入りました。さあもう1回入った、強烈、深いところにもう一発入りました。右であります、これは決まっている。さあ得意技を連発しております山田敏夫であります。あーっとこれ捕まった、あーいいところにいました。アジャコング、あーっとアジャコングが場外に落ちた。さあチャンピオンチーム大きなチャンスを迎えている。さあキックが入った、そしてどうなるか、おーっとっとっと、ここはどうでしょうか。挑戦者チームカウント、いやー落ちちゃった、カウント3になりませんでした。危なかった山田敏夫、当然としております。場内、さあ決勝の3本目、今度はチャンピオンチーム先攻撃であります。井上京子、アジャコングも今エプロンに上がってまいりました。アジャコングが今足を取った。さあここはチャンスに回転、しかしこれは空振りであります。これは空振りだ。今度は井上京子大きなチャンスであります。山田アジャコングは場外だ。そしてこのまま落としました。さあここはどうか、カウント 2.5、 かろうじて入ってまいりました山田敏夫。いやー危なかったチャンピオンチーム、攻めて攻めて攻めまくっております。挑戦者チームであります。さあアジャコングがようやく戦列に復帰、ロープに振りました。どうするか、おーっと前方後ろに行った、うーんと思うような腕が足りません。カウントは2であります。山田敏夫がトップロープに上がっている。さあコーナーポストからどうするか、2人攻撃であります。一気に飛びました。さあそしてどうフィニッシュに持っていこうというのか、強烈な裏剣に一発、タイミングよくドンピシャに決まりました。さあコーナーポストに据えました。さあこの辺りからゆっくりと今度は本物の目通りか、これを許しません。豊玉並み、今度はチャンピオンチームのチャンスであります。どうでしょうか、右に入った、決まりません、これも決まりません。まさに引き一発であります。アジャコンが危うし、さあ両側のコーナーポストに上がって一発が、これは空振りであります。よく見ておりましたアジャコング。さあ今度は井上京子、
どうするか、抱え上げて、ああコーナーポストに据えている。そしてアジャコングも、おお、いっぺんに下に折り重なった。そして一気にこのまま体重をぶつけていきました。アジャコングは余裕を持っております。ファンは決めろ決めろ、アジャコングに対する声援であります。アジャコングは一息入れました。さあどうするか、あっと逆に抱え上げられました。そしてさあエプロンの大きさにか、チャンピオンチーム起死回生の逆転のことであります。おっとアジャコングコーナーポストに据えられました。さあ一気にいくか、どうするか、あっとこれはどうだったんでしょうか。一番上から強烈決めました。去年にいたしましても壮絶なタイトル戦でした。アスカ、はい、どっちが勝ってもおかしくなかったね。まあ、どっちが勝ってもおかしくないですね。どっちもチャンピオンって感じです。はい、満員の大田区体育館、久々にファンを熱狂させました。反応させました。 3WA 世界タッグ選手権試合であります。いやしかしね、チャンピオンチームが今日はあの即席がスカイチームでありながら、チャンピオンチームをひょっとしたら破るんじゃないかと実況中継しながら思ってましたかね。そうですね、やっぱり一人一人の力がね結構抜けてる2人ですからね。はい、最後は本当に苦しい体勢から逆転のなだれ式のバックドロップが見事に決まりました。上田晋司コミッショナー、リング上に上がっております。認定賞の授与です。そうですね、今認定証の中にもありましたが、力を合わせ見事チャンピオンベルトを守った両選手であります豊田真奈美、山田敏夫。じゃあ秋田からね、はい、チャンピオンチームにね、はい、何か一言お願いいたします。そうですね、まあ、体力でも体格でも、うん、まあ、挑戦チームの方が勝ってたんですけれども、まあそこに負けずよく頑張ったなって感じですよね。まあ、トヨタの負傷もあのよく山田がカバーして、うんうんうん、本当によく頑張ったなって感じですね。あ、そうですか。安倍さん、いかがですか。はい、やっぱりね、こういう試練を乗り越えてね、徐々に貫禄がついていくんじゃないですかね。おお、なるほど、ね。ちょっと見えましたね、今日ね。そうですか。まあ、チャンピオンの意地というかね。うんうん、はい。なるほど。ファンを満足させる本当にいい試合でしたが、ここであの長坂アナウンサーに、それではチャンピオンチームに喜びの声を聞いてみたいと思いましょう。よろしく。はい。3WA 世界タッグチャンピオン2度目の防衛に成功いたしました両選手です。おめでとうございます。非常に辛そうな表情ですけれども大丈夫ですか。あばらの方は本当山田にすごい申し訳ないです、うん、もう立ってるのもね精一杯という感じですけれども苦しい試合でしたね。本当情けないですね。本当重力になっちゃう、まあ、それだけ相手が非常に手強かったそういった感じでしたけれど最後なだれ式見事に決めました。あそこに行ったそのパワーというかすごいものを感じたんですけどね。本当は2人であの1回でも狙ってたんですけどやっぱり1回やってるんで向こうも読まれてたのでトヨタは落とされてて自分も多分落とされるだろうと思ってかわしてうまく入れたんで2度目の防衛戦おめでとうございます。予選手です。塩野さんお返しします。はい、わかりました。確かにあのトヨタの方はね、あの落ちされて最後はあのなだれ式のバックドロップ、やったんですよね、山田がね。さあ、それでは、はい、アスカ、はい、今日のアスカの選ぶベストファイターお願いします。今日はですね、まあ、メインの試合もすごい面白かったんですけど、うん、まあ、個人的に、はい、あの吉田麻里子選手に送りたいと思います。先輩としてね、はい、よく頑張りまし た。そういうことですね。まだあの興奮冷めやらぬとそういった感じの大田区体育館でありました。それではあのフィニッシュシーンを最後にご覧いただきながらお別れしたい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
犯罪史、新設3億円事件、昭和の説教強盗、好評発売中。愛が騒ぐ、運命の扉が開く、アワーズエンド。私立大学フェア92、7月31日日本武道館。この夏受験情報獲得のビッグチャンス、さあ無限の未来に成功。鈴木大地追ってきた、鈴木大地追ってきた、追ってきた、TV presents。 テレビと映画を貫く愛、そして謎、メディアを超えたロマンティックサスペンス、この秋パディオ。選挙速報といってもどの曲も同じでしょ。え、違うの。スーパータイム選挙スペシャル、選挙は終わった後が面白い。